ういしわし折れた。あ、怖い。はい、ということで次のフェラーリに向けて俺思いついたことがある。はい。うん、落下ダメージ食らうやん結構。あー、はいはいはい。落下ダメージで一網打尽にしてみよう。落下ダメージで一網打尽、はい、をやってみようってことで、はい、上いくつまでブロック詰めるか、あー、やってみるために、そっか、はい、飛び降りるから藁を敷いとこうね。で、よし、ウサ。はい。ここ。ここに、ウサは。目の前でいいですか？うん。はい。よし、じゃあ、てっぺんまで競争ね。はい。よーい。よいしょ、ちょっと、ちょっと。待って、なんか、パルクールを無駄に取ってるから、なんか、なんか難しいですよ。パルクールが邪魔になるな。いや、結構来たな。あと2、30ですかね、ウサは。お、あ、これ来たな。あ、ちょっと待ってください。一着。ちょっと待って。これおそらく211個かな。はい。あれ、おー、隣町まで見える。私もうちょい、もう一個行けましたけど。え、いけてないよ。あ、ほんとだ。はい。はい、そういうちょっとね、盛り話をしたくなるくらいテンションが上がると。すごい。隣町も見えるし、すごい。やばいよな。海も見える。すごい。人がゴミのようです。いやー、一番のゴミは目の前にいるんですが。あー、すごい、こんな綺麗に見えるんだ、すごい。すごいな。ねえ、綺麗ですね。で、でだ。はい、はい。うん、これを、一番下のブロックを壊すことによって、はい、崩れるんじゃないかっていうのを、ということで、ちょっと僕飛び降りてくるんで、はい、ウサは待ってて、景色見てて、はい、うん、ちょっと行ってくら。はい。怖い、これ外したら死ぬな。怖い、これ怖い。アイキャンフライとか言って。はい、せーの、アイキャンフライ。おお、落ちてるけど、こっちだったっけ。合ってた、正解。いて、なんかいて落とした。多分平気なんですが、はいはいはい。これを、え、私も飛び降りたらいいですか、じゃあ。私も飛び降りてみたい。はい。え、これ大丈夫かな。え、下に見えないけど大丈夫なんですよね、これ。おー、やべえな、これは。やばい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 。なに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 。人がゴミのようです。あー、落ちてきた、生まれた。待って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 、足骨折した。生きてたでしょ、これ。藁を置いてたのに骨折したよな。待って待って待って、出れない出れない出れない。大丈夫？埋まってる埋まってる。え、骨折しちゃったよ。つうかな、俺も骨折しとんやけど。1時間それがこの、もしかして落ちてる間にあれかな、ぶつかっちゃってダメージを負ってるってことなのかな。俺も結構板スレスレで行ったから。それか、まあ万能じゃないんじゃないですか、おしくさが。単純に。ってことで、はい、これでね、
骨折したな。そう、これでこの落下ダメージでちょっと集めたゾンビを一網打尽できるか拠点を次回、はい、次回、今回になるのかな、これ動画的には作ってみようと思うんで、はい、準備に入ります。はーい、いやマジで骨折したけどやっとできたな拠点が。よし、誰だよこんなとこゴミ置いたやつ、マジでよ。よし、これで綺麗になったぞ。完成しました。お、冷た、うわ、たっけーな。冷ました。こっちも終わったわ。本当ですか。うん、あ疲れた。やりたかったやつやってーで。じゃあ私まだ引いてきたんで、ここからジャンプで降りたいと思います。よし、あーもうちゃんと準備はしてたわけね。はい、わかった、見たかなそんなの。よっしゃ、行きますよ。オッケー、せーの、アーキャーフラー。あーすごい絶景です。落ちてくかな。おー落ちてきた。え、変死体になっとる。え、わらわ、あれ叩いとこ。あ、消えた。え、ってことで、今回の拠点完成しました。それがこちらです。はい、ドン。これかりんとうをイメージした、落下でゾンビを倒しちゃおうぜっていう拠点です。イエーイ。これね、いつだっけな、上まで211ブロック、はい、どうなるのかな、はい、うん、今回、こちらのね下の拠点にゾンビを集めるだけ集めて、うん、一気に崩して、うん、瓦礫の落下ダメージでゾンビを一網打尽にして、うんうん、高笑いしようと。おー、で今ウサがいるそこね。はい、うん、ある程度ゾンビが集まったらそちらの方に移動して、前回作って活躍がなかったこの拠点ドン、これをそう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 って崩れ去る塔が、これ結構昼間見た爽快なんだよね、うん、そうそうそう、まあフェラルの日でちょっと暗いから見えにくいかもしれないけど、はい、そちらに移って崩れゆくタワーと埋まっていくゾンビを見ながら高笑いしようかなっていう拠点ですね。かなり性格は悪めです今回。ってことで、ウサも楽しみやろ。はーい。しかも今回のね、今回のこのブラホ、はい、これにはウサも大活躍の場面が用意されてます。なんと。うん。先ほどはちょっとね骨折、はい、骨折どころじゃなくて死んじゃったのか。死にましたけど私。そう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 。ね、これを作るためにね、俺も足は折りましたよ。はい。うん、みんなね、ここ綺麗な体では終わってないんだよ今回、うん、その拠点を一瞬にして潰すっていう贅沢な感じの、おーすごいな、うん、ブラホな、うん、ブラホ、ほー、うん、やっていきたいと思うんで、当日までじゃあ時飛ばししちゃいましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。あれあれ、まだチャンネル登録してない人いるのかな。まだの人はポチってワンクリックよろしくお願いします。登録するといいことあるかもね。